今日未明、富士市の東名高速上り線でトラック3台が絡む衝突事故がありました。この事故で軽トラックの運転手が死亡しました。警察によりますと、今日午前3時45分ごろ、富士市中野郷の東名高速上り線富士川サービスエリア手前でトラック3台が絡む事故がありました。軽トラックに中型トラックが衝突し、その後大型トラックが中型トラックに衝突したとみられています。この事故で軽トラックの運転手が病院に搬送されましたが、その後死亡しました。この事故処理のため、東名高速上り線は清水ジャンクションから富士川サービスエリアの間が午前5時ごろから通行止めとなっていましたが、午前11時20分に解除されました。